はようございます。5月28日金曜日の東京インフォメーションです。東京都はデジタル人材育成支援事業への参加者を募集しています。デジタル人材育成支援事業は、新型コロナウイルス感染症の影響などにより離職した若者が成長産業である IT 分野に就職できるよう、必要となるスキルを習得できる職業訓練とキャリアカウンセリングなどの再就職支援を一体的に行う事業です。対象者は35歳以下で休職中、または非正規雇用で働いている人、 IT 関連業務経験のない、あるいは少ない人、都内の IT 関連業界への正社員として就職を希望する人などで、訓練を休まず受講できる人です。実施される訓練はプログラミングコースが2ヶ月間、IT インフラコースはセキュリティコースとクラウドコースがあり、それぞれ3ヶ月間です。訓練開始と募集期間はそれぞれ複数回予定されていますが、現在の募集は7月1日木曜日訓練開始で、定員は40人です。受講を希望する人は申し込みフォームからお申し込みください。都立多摩図書館では7月に東京マガジンバンクカレッジ講演会をオンラインで開催します。東京マガジンバンクカレッジは、都立多摩図書館の豊富な所蔵雑誌を活用し、学びと交流の拠点を作り上げることを目指す取り組みです。今回の講演会、続廃線は語る時代の変化と東京の鉄道は、2018年度に開催し人気を博した廃線は語る多摩地域を中心としての続編で、都内の廃線の歴史や現在の様子をお話しいただき、その魅力に迫るというものです。開催は7月3日土曜日午後2時から4時、ウェブ会議ツールによるオンライン開催です。参加は無料ですが、通信費などは自己負担になります。定員は150人で、応募者多数の場合は抽選になります。都立図書館のホームページから来月17日木曜日までにお申し込みください。続いては、連日お伝えしている新型コロナウイルス感染症の感染拡大を抑えるための鍵、ステイホームを応援するためのポータルサイトです。コロナを抑えるステイホームポータルサイトは、都庁の各局が横断的に取り組んでいるサイトで、東京都のホームページから簡単にアクセスできます。おうちで満喫コンテンツには、都庁各局や民間などからおうちで楽しむコンテンツやおうちで学ぶコンテンツが特集されていて、今回お伝えするのはおうちで学ぶコンテンツにある小中高校生と教員向け英語動画教材をホームページ上に分かりやすくまとめて提供している東京グローバルスタジオです。 What is Tokyo Global Studio? It's a website.With this website, you can have fun learning English. Speaking English is fun. 英語を使う楽しさや英語が役立つことを体感できる英語動画教材は、主に小学3、4年生向けのビギナー、5、6年生向けのエレメンタリー、主に中学生からを対象としたベーシック、そしてFor the experiment in the Louvre Museum, we choose 10 commonly viewed places and installed sensors. 主に高校生からを対象としたインターメディエイトがあります。教育庁指導部の担当者石井さんからは、小中学校向けの教材は学校の授業で習う内容を踏まえたもので、高校向けの教材は幅広いテーマを探究的に学習できる内容となっています。学校の授業でも家庭学習でもお使いいただけますので、ぜひご利用くださいという話がありました。コンテンツ動画は全部で100本配信しています。東京都はコロナ禍の影響で離職された人に対する雇用対策、東京版ニューディールの一環として実施される緊急対策委託訓練への募集を今日から受け付けます。これは成長産業である IT 分野や人手不足が続く医療・介護分野の資格取得などに関する民間教育機関での職業訓練です。詳しくはホームページ東京働くネットをご覧ください。ここまで東京インフォメーションでした。